今回は男女ともに色々話題があるみたいだな。女子はワールドカップ放映権問題、男子はトルコとの対戦決定にアンダー世代と盛りだくさんだ。そうね。嬉しい話題と問題、色々あるから一つずつ見ていきましょう。ぜひ最後まで見ていってね。まずは今一番話題になってる女子ワールドカップの放映権問題について見ていこうか。もう来月開幕になるんだけど、未だに日本ではテレビ放送が決まっていないんだよな。そうなのよね。そんな中、なでしこジャパンの OG がラジオ番組で危機感を訴えていたので、それから聞いていきましょう。リスナーからダブルハイ中継は未来のサッカー選手を育てるための普及の部分で最重要なので、何が何でも中継権利を買い取ってほしいとのコメントなどから、私たち大人もショック。テレビ放送があればニュースなどでもなでしこが勝ったなどやってくれると思うが、そういうニュースにも取り上げてもらえないかも。将来なでしこを目指す子供たちに、現状の女子サッカーの世界がこんなすごいんだよというのを見てもらいたい。女子ダブルハイの放送が決まっていないのは一サッカーファンとしては意味がわからない。普段女子サッカーを見ない人でも、なでしこの戦いは見るという人もいる。そういう人たちを E リーグに取り込むためにもテレビ放送は必要。まあいろいろ言いたいことはあるが、まずワールドカップが地上波放送されないというのは、今後の日本女子サッカー界にとって良くないのは間違いない。悪循環に陥るのよね。ライト層を取り込む絶好のチャンスがワールドカップであり、これが地上波放送されないと認知度、人気は間違いなく低下していく。国内リーグの集客にも影響するだろうし、女子サッカーを目指す子供たちも減り、全体のレベル低下を招く。するとさらに、男子以上に死活問題と言えるな。WE リーグの平均観客動員は1400人前後。ただでさえ苦しいのにこれ以上となると本当に崩壊してしまうわよね。平均1400人前後は厳しすぎるな。こんな状況に黙っていられなかった高田チェアはクラウドファンディングを実施すると発表。自身のツイッターでこのように話したわ。今回の件については女子の価値を高めたい FIFA の言い分も、コンテンツとしての価値を測るメディアの判断も、両方理解できるからこそ、それらを少しでも近づけられたらという思いでの行動です。遅いというのもわかる、失敗するかもしれない。でも思い立った時が一番早い時。やらないで後悔するよりはやって後悔したい。気持ちは痛いほどわかるが、現実問題としてどれだけの金額が集まるのか。何もやらないよりはマシっていう気持ちでしょうね。それだけ危機的状況ってことよ。JFA は何も言ってないのか？この件に関して。田島会長がテレビ放映権について質問された時にこう回答しているわ。テレビ放映権は今まで FIFA と各国のコンソーシアムや各国のテレビ局が交渉をして決めてきたこと。それについて日本サッカー協会は今までも全く関わってきていない。市場価値の中で、テレビ局とライツを持っているところがしっかり話して決めること。この女子ダブルハイについて、放映されない、見ることができないというのはあってはならない。なんか冷たいな。実際そうなんだけど JFA としてもやれることはあったんじゃないか？男子の時も思ったけど、田島会長は都合悪い時に逃げるよな。関係ないってことはないだろう。日本サッカー界の今後に関わる大事な局面にいるんだから。ちなみに FIFA のデジタルプラットフォーム、FIFA プラスでは見ることができるようで、こう続けたわ。今まで興味を持っていなかった方、なでしこを応援したくなったという方が、あえて FIFA プラスに入っていくかどうか、我々は疑問に思っている。地上波でやることの大切さを僕らはしっかり訴えていきたいし、FIFAもそのことは分かっている。まず地上波放送の利点として無料であることと、テレビをつければ簡単に見れることがある。だから普段サッカーに興味がないライト層を取り込める。しかしこれがネット配信となると、自ら進んでみたいと思うよっぽどコアなファンしか視聴しないだろう。そうよね。興味のないものをわざわざ検索して視聴しようとは普通思わないわ。もっと言うと、コアなサッカーファンですら見ない人多いんじゃないか？コアなサッカーファンと女子サッカーファンはまた別物に感じる。そうね。男子サッカー見る人が全員女子サッカー見るかといえば違うだろうし、その割合は相当低いはず。女子サッカーの場合はライト層だけじゃなく、コア層も地上波放送に依存してるのよね。相当まずい状況だと思う。男子の場合は良くも悪くもネットで見るのが当たり前になっているからな。コア層も地上波放送に依存してる。言われてみれば確かにそうだな。結局今回どうして地上波放送が決まらないんだ？簡単に説明してもらえるか？ FIFA が考える需要と供給が世間と大きくずれているからよ。一言で言えばね、世界的に人気が高まる女子サッカーを過大評価してるの。カタールワールドカップまでは女子もセットだったんだけど、今回から女子の放映権は別売り。つまり今回は完全に女子サッカーの力だけで勝負する必要があったんだな。そう。FIFAは男女平等を掲げ、今大会から選手個人に対してなど賞金もかなりの額を出すの。で、このお金をどこから捻出するかというと、放映権料か。そういうことね。FIFAとしては男子の 10% 程度を期待したけど、実際には各国 5% 以下で提示してきた。それかなり差があるな。
これは埋められないのでは？だから今回放送が決まらないのよ。FIFA と放送する側の女子サッカーに対しての需要と供給の考えに対する溝が深すぎる。欧州強豪国ですら決まったのは最近だし、これも FIFA がかなり妥協したと報じられてるわ。欧州強豪国は今女子サッカー人気が爆発的に伸びてるよな。そこですらその評価なら、日本にも同じこと求めるのはかなり酷じゃないか？しかも男子サッカーから割合出してるけど、そもそもその金額が高騰しすぎてるわけで。そうなるでしょ？これが今、日本で地上波放送が決まらない理由よ。なんとか放送してほしいと思うが、放送が決まらない理由も納得できてしまうのが悲しいな。そうね。男子サッカーですら毎回地上波放送が危ういと言われてるし、女子サッカーがこうなるのは当然と言えるわ。そして今回仮に地上波放送が決まったとして、次からどうするのか。結局国内リーグの発展とか根本的原因を解決しないとずっと同じ問題に直面することになるだろうな。一番の問題点はそこね。結局は魅力があればこういった問題も起きないはずだから。いや、FIFAのぼったくり放映権料高騰が続く限り問題は起きるわね。一生懸命やってる選手たちが一番かわいそうだ。問題はいろいろあるが、ワールドカップ応援しようぜ。そうね。では次から男子の話題。アンダー世代が活躍してるわ。U17 日本代表がワールドカップ出場権を獲得したの。これさ、毎回だけどやったぜってよりは、一安心って感じなんだよな。やっぱり緊張感がある。確かにね。どの世代も結局ワールドカップに出ることが最大の目的だから、そこに出場できるかどうかで天国と地獄になる。それによるプレッシャーがあるから見てる方は一安心って感想が一番に来るのよね。見てるだけでもこれなのに、実際にプレイした選手たちは本当にすごいな。まずはおめでとう。そしてこのまま優勝を目指して頑張ってほしい。オーストラリアを下してワールドカップ出場は決めたけど、アジアカップは続いてるからね。いろいろ試すこともあるだろうし、本番に向けて頑張ってほしいわ。そして U15 日本代表は韓国遠征で韓国と40分の3本勝負をして、5-3で勝利したわ。なんか韓国最近日本に負けまくってないか？また騒がれそうな気が。この間何かで1回負けたんだけど、その時大盛り上がりだったみたいよ。日本人みんな何の試合だか興味ないのに勝手に盛り上がってるのくさ。ただ、この U15 日本代表は攻撃力はあるものの、アメリカにも3失点、イングランドとスペインには4失点してるし、問題点は明らかで改善が必要だわ。サッカーやめててくさ。そして最後はフル代表。大きなニュースが飛び込んできたわ。ドイツ代表との対戦は決定していたんだけど、9月のもう一つの対戦相手がトルコに決定したわ。トルコはめちゃくちゃいい対戦相手だな。マッチメイクが難しい中、JFA は最近よく頑張ってると思う。私もそう思うわ。森保監督はトルコとの対戦決定を受けてこうコメントしてるわ。まずはチームとして勝利を目指して全力で戦いたいと思います。トルコ代表といえば2002年の日韓ワールドカップでの試合を思い出される方も多いかと思います。当時も良いチームでしたが現在でもここの能力は非常に高く、世界トップ基準で戦う選手を多く擁している強力な相手です。ただ我々もチームとして、個人としても成長を重ねていますので、この試合を通してさらに成長できるようにチャレンジをし、素晴らしい試合になるようベストを尽くします。日韓ワールドカップでは悔しい敗戦だったんだよな。トルコは FIFA ランキング43位で、日本とは2度対戦。両方ともスコアは1-0で1勝1敗となってるわ。絶対43位より実力上だろ。試合は9月12日にベルギーのヘンクで開催されるから、ドイツ戦と合わせて楽しみね。みんなは女子サッカーの問題やアンダー世代、トルコ戦などどう思う？高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で教えてくれ。それではまた次回、オーニーポー。